はい、皆さんこんにちは、ハルカツチャンネルです。ですね、外録チャンネルさんの宣伝をします。1日前にですね、アップされてます動画に大島幸宏さんというですね、元ジャニーズジュニアの方が出演をされておられて、ジャニー北川氏からですね、生前受けた性加害について赤裸々に語っていらっしゃいます。その感想をですね、自分なりに言わせていただくと、やっぱり恐怖でしかなかったんだなと、一言で言うと。大島さんはですね、栃木からですね、東京に通っていたということもあって、まあ、金曜日にこう、会場にね、レッスン会場とかに前乗りをしていて、で、まあ、日曜日、あるいは月曜日の朝、帰ったりとかっていうことをされていたみたいなので、部屋に泊まることがね、一人だったことがあったみたいなんですよ。だから、同じ部屋にね、泊まって、ている、まあ、ジュニアの子たちがね、数人、まあ、数十人いた時とは違って、本当濃厚なね、性加害をその時受けるということを言っていて、例えばその鼻の穴とか耳の穴とかディープキスとか、そういうことまでこう強要されてさせられていたということだったみたいなんですよ。ですから逆にね、こうジュニアの子たちが同じ部屋にいて、まあジャニー北川氏は、この子、次の子が終わったら次の子っていうふうに、まあ男性器をね、こう射精させて、それをまあ誤訓して、で10人いたら10人とか毎晩していたようなんですけど、逆にその部屋に一人だった時の恐怖っていうのは本当こう、まあ、恐怖でしかなかったと、本当怖かったと言っておられます。でそれが当時13歳だったということで、自分もそういう行為は初めてだったし、相手も男性ということでね、最初は何がなんだかわけわからない状況。けどそれが3回目、4回目、5回目ってなると、なんとなくね、あ、そういうことかと分かり始めたらしいです。結局、まあ、ジャニーさんからの、こう、連絡を無視したりすると、レッスンに呼ばれなかったりとか、コンサートのメインのセンターからは外れたところで、こう、仕事させられたりとか、まあそういうね、ある意味いじめみたいなこともね、受けながら、ただまた数ヶ月経ったら、ジャニー氏からね、こう連絡があって、みたいな、まあ生かさず、殺さず、みたいな、なんかそんなことがね、ずっと続けられていたみたいです。で、本当にね、13歳の未成年の子が、そういう行為を受けたらね、本当怖かったと思うんですよね。ジャニー北川氏から来る電話も無視していて、で、またある時その電話が鳴って話をしたりすると、ふてぶてしい態度という、レッスンに来なかったら分かってるだろうな、みたいな、ちょっとそういう脅しっぽい、きつく当たってくるような、そういう口調も、あったっていうことも言っておられるので、本当ね、親にもこんなこと言えないし、本当かわいそうですよね。とにかくこの、まあ、大島さんが、出演されている外録チャンネル、1日前にアップされてらっしゃるんで、ぜひ、前編ですね、これ。前編、後編も多分上がってくると思うので、見てもらえたらなと思います。外録チャンネルの宣伝でした。外録チャンネルさん、ぜひ、ハルカツチャンネルの宣伝の方もよろしくお願いします。以上です。